山ミミズの脳進化ね、ミエバスがいるんで、でここにジーニアスプロジェクトのねシリコンチューブを今日はかましてきてみております。真ん中にピシッと刺して、どうかな、もう超ライトリグだよね。さすがにこれ目の前にやられたらバスもたまらず食いついちゃうんじゃないかなって。あとは見えバスがいないかね、ちょっとうろうろしていたら山ミミズ攻撃。よし、釣れた。よいしょ、はい、見えますにね、山ミミズを投げてみたら一発で食ってくれました。シリコンチューブを使ってですね、ノーシンカーで食ってもあんまり外れないようなね仕様にして、それでノーシンカーで売っております。山ミミズフィッシュ、イエーイ。でタックルはこんな感じで、フェンウィックのリンクスに T ラインとコンプレックスの組み合わせ。じゃあ逃がしてあげます。ありがとう。元気よいしょ、ほよいしょ、はい、山ミミズフィッシュ来ましたよ。こんな感じでね、ノーシンカーの脇掛けでね、この山ミミズね結構細いけどよく飛ぶんで、この飛距離をね生かして遠くに投げて、まあいわゆるピクピクみたいな使い方ですね。このガード付きのマス針で根がからないようにして、そんでもってねちょっとややこしいとこの上にも入れ込んでって感じで、いいとこかかってる。はい、こんな感じでね、ピクピク使い、真ん中にねジーニアスプロジェクトのこのシリコンチューブをかませて、まあちょん切れないようにしてね、はい、こんな感じで飛ばすだけどね、気持ち一匹でした。じゃあどんどん狙っていきます。山ミミズピーシュ、ピクピクいいね。小さいんだけど、ケリー素材だからすんごいねピョーンって飛ぶんだよね。で針は小さめの針をセッティングして、そんなに沈み込まないようにして、今日の状況でいくと、あの下までこう沈んじゃうともう見切っちゃうから、なんていうか、針これ5番のガード付きのフックにしてるんですけど、それだとねすんごい遅いフォールになるから、逆にあのちょっと沈めていきたいなって、下で見せて食わしたいななんて時はもう2番とか1番までねこういう釣りで使うことがあるんですけども、今日は表層で騙し切るのがちょっとした食わせのコツかなっていう自分なりの見解なんで、針小さめで、もうテンポよくね、結構じーっと見てるとね1個下に魚はいるんだけど、なかなか食わない、もうねすぐ見切っちゃう、結構ねビビってる状況なんで魚が。だからもうあくまでも表面の波紋で
あくまでも表層の波紋でこの騙し切っちゃうっていう、いわゆる虫パターンですよね。まあ沈む虫ミミズバージョンみたいなイメージで使ってはいるんですけど、しっかり、ね、山ミミズすんごい飛ぶか、おーら、わかった、ね、向こうの岩盤際までちゃんと投げれるからで食っちゃう。おーすごいね、よいしょ、ほい、はーい、ね、山ミミズの虫パターン、ピクピクパターンで、すぐに2匹目が釣れましたよ。いやー結構ね気持ちよく吸い込んでくれたんだけど、山ミミズはこんな感じで、これちょっとねもうずーっと1月から使ってたやつだからついにね半分にちぎれちゃいました。まあでもこれはこれでまた釣れそうだけどね、ちょっとこれでも使ってみようか。はーい、ね、綺麗なバス、山ミミズフィッシュ、やったね。いやね、ちょっと半分にちぎれちゃったけども、ゲイリー素材のねこの形、待ちに待ってた人多いんじゃないでしょうか。イエーイ、山ミミズフィッシュ半分にちぎれちゃったけど、じゃあ逃がします。